マヤ夫人マヤ夫人は、ゴータマシッタッタの聖母である。ただし、マーヤーは、一般にこの人物の名前だとされているものの、近年の学説では、母を意味するマーターの俗語形であって、本名ではない、と申されている。聖母年不詳。コーリア族の出身とされ、シャ家族の王出頭ナ,ナに嫁いだ。紀元前566年に、シッタッタを生み、 シッタッタの生後7日後に没した。また没して、あとは通り天に転生したと仏典には記される。シッタッタは、その後、マーヤーの妹であるマハープラジャパティに育てられた。それは、手動棚がマハープラジャパティを、後の王妃としたということのようである。ラリタビスタラなどによれば、マーヤーは、バイシャーカ月に6本の牙を持つ白い象が体内に入る夢を見て、 知ったったを解任したとされており、その出産の様も、郷里に帰る途中に立ち寄った、ルンビニーの園で花を倒ろうと手を伸ばしたところ、右脇から釈迦が生まれたと伝える。これは、リグベーダ10.90、11から12プルシャの歌で、プルシャを解体した際、両腕から、ラージャニアが生まれたことから、ラージャニアすなわち、クシャトリア階級の出産は、脇から生まれたと表現されることによる。 出産日は、北方殿では、旧歴4月8日、南方殿では、売車赤月の満月の日とされる。天井のマヤ夫人は、マカ、マヤ行や、華厳教入り崩壊品などの仏典に、しばしば登場する。ことに、マカ、マヤ行に収められている釈迦が悟りを得て、後、通り殿の天井に登って、マヤ夫人に報告したとされる説話は有名で、その木との様を、 三道かいと呼び、仏教美術の高大材の一つとなっている。叙情のインドにおける信仰が、中国、日本に伝播し、ことに、日本においては、日蓮宗の寺院で、マヤ夫人を尊崇することが多い。一般には安産、子育て、婦人病などの利益をもたらすとされているが、病栄商人や泉教科のように幼児に母を亡くした、母恋の心から信仰を行う人も、 少なくない。ありがとうございます。